第2ラウンドが始まりました。田村にはどう挽回していくか。両線ぐらい左の、はい、右のパンチを返していきました。アムラーニ現チャンピオンの左ミドル、そしてパンチ。アムラーニもなんとか手数を持ち返していくんですが、落ち着いています。予選ぐらい選手本当はあれですね、首ズボンからの膝とかじゃなくて、本当パンチとキック、まずマックスも、マックスルールにすごい対応してますよね。そうですね、今まではもうほとんどまあムエタイでの戦いということなんですけれども、はい、この K1 ルールにもマッチしています。左の、はい、右から左コンビネーションを見せていきます。予選ぐらい、あっという間に青コーナー追い詰めた。左のミドル、これが自分の得意技、カウンターを返していきましたが、アムラーニ効いていません。左のハイ、どん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 前に出ていきます。予選ぐらい、これ右手が完全に殺されちゃってますね。そうですね、あのミドルでですね、アムラーニの右手どうか、おっとバランスを崩しました。いや、なんといっても現ムエタイチャンピオンです。ムエタイの二大殿堂のルンピニのウェルター級のチャンピオンであります、ヨーセングライフェアテックス。駒田さん、はい、そのヨーセングライ、やはりチャンピオンの貫禄か、200戦超えるキャリアなのか、もうね、とにかく落ち着いています、パンチに対するガードだけ気をつけて、左を出して攻めていけと指示は短めでした。左を出して攻めていけ。赤コーナーから藤森アナウンサー、左のミドル、そして左マッチ、聞きましたよ、左ストレート、アムラニを顔面を捉えました。アムラニ選手もね、本当サウスポーに対して左回ってですね、はい、あの突破口を見出そうとしてるんですけど、しかしこの左のミドルとハイが、これでもミドルですよ。これ手が完全にね、右手が殺されてますもんね。畠山さん、このアムラニ、これパンチはどうですか。腕はどうでしょう。どうすかね、パンチが全然出なくなっちゃいましたね、もう出なくなっちゃいましたね。手数が少なくなってきました。第2ラウンド、腕効いてると思いますね。はい、駒田さん、はい、こちらアムラーニサイドなんですが、ディフェンスの指示が多いですね、ガードを上げろ、そして足を使って逃げろと、そしてですね、息は上がってないんですが、右の肘あたりがですね、ちょっと赤くなってきてます。はい、ガードを下げるなということなんですが、手が切る、おっとボディー、そして左ミドル、陽線ぐらいの手数がやみません。陽線ぐらいの猛攻、アムラーニも少しカウンターを狙ったりしているんですが、なかなかヒットしません。タイの国旗をあしらったこのトレードマークの頭、陽線ぐらいが右、右のフック、ニュートラルコーナーに追い詰められました。アムラニ左のハイ、ちょっと右のパンチが出ないですね、そして足も少し止まってきましたかね、いや逃げて逃げて動いて動いてという指示が飛んでいるんですが、やはりこの現ムエタイチャンピオンの陽線ぐらいの圧力、膝、そしてその後右フック、アムラーニどうやってここから効いた、腕が本当に痛そうですね、はい、右腕のこの背中のあたりまで赤くなっていますね、左のハイは空を切る。アムラーニのバックスピンはまだ1回しか出ていません。おっとぐらついた、10秒切りました。第2ラウンド、陽線ぐらいが圧倒的に優位に試合を進めています。じっと相手を見せつけて、左のミドルがもう何発出たか。ここで第2ラウンド終了。陽線ぐらいフェアテックス余裕の表情です。これは大変ですね。アムラーニはこの後どうやって、アムラーニが決して弱いわけではなく、この陽線ぐらい選手のまだ21歳ですか。そうです、強すぎますね。204戦戦っています。アムラーニのこのパンチの技術、左のストレート、いやー、アムラニの顔面を捉えました。そして追い込んでの右フック、パンチもいいですよね、うまいですね、うまいですよね、左ストレートがいいですね、ノーモーションで出てくるんで、あれは相手からしたら受けづらいですね、さすがにコンピューターウィザードの異名を取る陽線ぐらいフェアテックス、 WBC ムエタイ70キロ級世界チャンピオンです。さあ、いよいよファイナルラウンド。アムラニもですね、WPKL 世界王者、 IKBO キックボクシング世界王者、そしてムエタイ世界王者、 IPTA ムエタイ世界王者などなど、数々のタイトルを取っていますね。